中国共産党は監視技術を中国国民に対して使用するだけでなく、権威主義国家にも輸出しています。最近、中国の監視カメラメーカー、天地医業が、イランにビデオ監視システムを販売していると報じられました。ビデオ監視システムのアメリカ調査会社 IPVM の報告書によると、天地医業はイランと5年契約を結び、 現地に8人の現地スタッフからなる事務所を開設する予定が明らかになりました。天地異業は天津市に拠点を置く世界大手の監視カメラメーカーです。中国の拷問道具、虎の椅子に合う拷問用の机、スマートテーブルや AI 顔認識で民族を自動で判別するなど、非倫理的な製品ラインで知られています。天地異業は国営企業ではないものの、 中共政権にとって最大のサプライヤーの一つであり、CEO のタイリン氏は同社の共産党委員会の初期も兼任しており、中国共産党第18回全国代表大会の代表も務めました。NTD ジャパンがお伝えしました。